言い訳のような人、例えば、はい、劇場版で五条と会った時にいやサトルって声掛けしたりとかするじゃない、はい、ああいう少しこう、まあ、あの開業逆説見れば、まあ、二人の関係性も分かるから、はい、あのいわゆるこうちょっと青い時代があってっていう、はい、あの辺はちょっと中村くんの五条をトレースしようとしたんですよ。そのニコイチで、はい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 ね、仲良かった時代って、はい、あのゲトはきっと感化されてるから五条若い時ってでもそういう感じ、ね、あるじゃない影響されるっていうか、うん、だからあの中村くんが表現する五条 の、 あのちょっとこう、ふざけてる感じとかおどけてる感じみたいなのを、はい、これはちょっとトレースさせてもらおうかなで。それでああいうトーンでなんかやり取りしたりとか、はいはい、あの空気を作りたいなとか、はい、そういう取り組み方を、はい、うん、あれこれ考えながら、まあ、それだと確かにこう声の工程とか別に関係なく、そうこれはテンション感でいけますもんね。二人の空気とかそういうの大事かなと思いながら、なんか桜井さんってすごく物事を深く考えていらっしゃると思うんですけど、いや僕から見たらなんですけど、はい、どのぐらい時間かけて読み解いてるっていうか、まあどのぐらいって難しいと思うんですけど、こう一冊にこう懐玉玉折の例えば1話とかだったらどのぐらい読むとかあるんですか、何回読むとか。読む回数としてはそこまで、うんうん、読み返すとかはあんまないと思います。そう、文字に縛られたく、はい、その縛りを発動させるのはなんかまずいなと思って、あ逆に囚われちゃうところがあって、はい、でもその自分以外 の、 その、まあゲト以外のキャラクター登場人物たちのヒントの方が多分大事で、はい、うん、周りそう、はい、そこから拾い上げることのが多いかもしれない、まあ、やっぱ五条のニュアンスを拾うとかもそうですね。そういうのとかもあるので、はい、うん、割とこう耳の情報とか、はい、そう空気感、現場の空気感とかの方がもしかしたら、あ、うん、そう行ってみてっていうところですよね。考えるのはいろいろ考えとくんだけど、はい、考えすぎると、はい、あの間違った時に戻って来られないというか、そうですよね、修正がね、はい、聞きづらいし、うん、確かにあるので、うん、それでも尾形さんも先週なんかやっぱ現場行ってもう受けてやるみたいなことはすごくおっしゃってましたね、うん、割とこの現場の人はみんなあの上手い人ばっかだから怖いっすよね。だからもう本当に上手い人しかいないから、いやでも板取りも、はい、そのえのきくんもあの自分の引き出しとかデータにない演技をする人なので。あ本当ですか。いやっていう、桜井さんのデータにあんまない、うん、全然ない、どこの人って思いながら面白いって。あ本当ですか。そう、なんでしょう、私がやろうとすると多分すごい勇気がいるなっていう、結構生っぽくやったりするじゃない。そうですね、うん、その発声をしない発声でやるというか、そうですね、なるべくなんか意識したりいろいろ、あれって結構難しいトライだなと思っていて。どうなんですかね、でもなんかやっぱ逆にやっぱ桜井さんとか中村さんみたいな超絶技術みたいなのはもう身につけようとしても結構真似したこともあるんですよ僕、正直。その中村さんとか桜井さんの新人の時に、あそうそう、なんか流して反復したりしたことあるんですけど、これは無理やなと思ったこととかあって、安定感がやっぱ2人とも違うし、頭のキレもやっぱちょっとお二人に近い部分があるというか、すごい周りからやっぱ拾ってくるっていうのもそうですし、中村くんのねその、はい、コアみたいなのを掴むのが早い人だ、ね、早いですよね、ちょっと早くてそう怖いんだけど、ね、怖いですよね怖いでもそういう意味で言うと、はい、えのきくんもちょっと怖いなって思う瞬間ある。あそうなんですか、うん、って違うタイプだからそう、そういう、刺激的だなって見てたりしますけど、中村さんがねもう結構何度も話題してますけど、なんだっけ、役者をタイプ別に分けてて、感性型かなんかこう頭脳型かみたいなやつをやってて、
桜井さんなんて言ったかな、結構でも自分に近い見たこと言ってたかな、あー頭脳型みたいな、かもしれない、ちょっとロジックなんだろう、ね、タイプ、そう、まあ、こういう言い方すると誤解ね、誤解されるのも嫌なんだけど、うん、マインドっていうよりは頭でやっちゃう感じはありますね。まあ、結局どっちも使うんでしょ。